阪神甲子園球場です。高校チーム対先行チームセパ交流戦1回戦の模様をお送りいたします。高校チームの先発は右の権藤、先行チームの先発はルーキーの、この両投手の先発が発表されています。まもなくプレイボールです。さあ注目の立ち上がり、バッター第1球投げました、ストレートはボール。第2球投げました、ボール、これは外れます。カウントは2ボールノーストライク、変化球ストライク、アウトローへ。次は4球目投げた、決まってストライク、タイミング合いません。第5球投げた、打った、痛烈な当たり、抜いていった、ボールは中継、ヒットを放ちました。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。第1球投げた、初球バント、ピッチャーの右へ転がした、ピッチャーから一塁送球、アウト。さあ得点圏にランナーを送ってきました。ワンアウトランナー二塁に変わります。第1球低め外角ストライク、1球目ストライクから。第2球外際どい、ボール、カウントワンボールワンストライク、投げた、ストレート空振り、バッター追い込まれました。第4球を投げた、打ちました、右中間へ持っていきましたが掴みました。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。右バッターボックスは4番。第1球投げました、初球決まってストライク、まずは見送りました。第2球投げました、ボール、カウント1ボール1ストライク、セカンド牽制、タッチはセーフ、2塁はセーフ。第3球打ちました、痛烈、いった、打った瞬間それとは入った、入った、ホームラン、第20号先制ツーランホームラン、右中間スタンドに叩き込んだ、進化を完璧に捉えました、主砲の一振りで先制、チームメイトが迎えます。バッターは第1球投げました、初球打った、ピッチャー真正面、アウト、スリーアウトチェンジ。1回の表が終わって2対0、先攻チームまずは先制しています。1回の裏、高校チーム攻撃に入ります。バッターは高木、外れた、ボール。さあ次の投球投げました、打った、打ち返した打球はセンターへのフライ、取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッター吉田、第1球初球から打ってった、鈍いゴロ、掴んだ、一塁へ送る、アウト、これでツーアウト、ランナーありません。バッター王、第1球アウトロー、外れてボール、慎重に攻めてきます、投げました、打ちました、これはいい当たり、打球はそのまま伸びていく、見送った、ホームラン、第9号ソロホームラン、ライトスタンドに吸い込まれていった、ストレートを狙い打ち、がっくりとうなだれます。高校チーム1点返しました。バッターは長嶋、長嶋、第1球外角低めいっぱいストライク、まずは入れてきました。投球これから2球目、打ちました、引っ掛けた、ダイレクトでボールを掴んでアウト。1回の裏が終わりまして2対1、高校チームこの回1点を返しました。2回の表、先攻チーム攻撃に入ります。バッター第1球投げた、直球ストライク、外角高め、タイミング合いません。第2球ストライク、投球はこれから3球目、1つ外してボール、バッターよく見ました、カウント1ボール2ストライク、打ちました、ライト落下点に入りました、掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは切り札、第1球投げた、ボール、投げた、アウトコース空振り、少し迷ったか、
投球は3球目、投げた、打った、ヒット、ボールは中継、ヒットを放ちました。そして次のバッターは第9、投げた、見送ってストライク。第2球、投げました、打った、セカンド左へのゴロ、高木ボールを掴んだ、2塁アウト、アウト、ダブルプレイ、スリーアウトチェンジ。2回の表が終わって2対1、先攻チームこの回0点に終わっています。2回の裏、高校チーム攻撃に入ります。バッターは第9、初球に送ってストライク。第2球、投げました、アウトコース低め、外れてボール、慎重に攻めてきます。カウントワンボールワンストライク、低めのボール引っ掛けた、打球は三遊間へ、一塁送球、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは背番号7、第9、投げました、打ちました、初球打ち、レフトへ上がった、取りました、これでツーアウト、ランナーありません。バッター第9、投げました、ストライク、投球これから2球目、このボールも空振り、少し意識しすぎたか。第3球を投げました、ボール、わずかに外れました。カウントワンボールツーストライク、投げた、高め際どい、ボール、カウントはツーボールツーストライク。次は5球目、打ちました、打球はセカンドの右、一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。この回きっちりと3人で抑えています。2回が終了しまして2対1、先攻チーム1点リードは変わりません。先攻チームこの回の攻撃はラストバッターから始まります。バッターは投げた、初球空振り、タイミング合いません。第2球、投げた、打った、高木ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。バッターは第9、打ちました、投球これから2球目、ボール、カウントワンボールワンストライク。第3球を投げた、インコース高めストライク。第4球を投げた、ボール、ここはよく選びました。カウントはツーボールツーストライク、投げました、シュートはボール、フルカウント。第6球を投げました、見逃しの三振。バッター、今日2度目のバッターボックス、第9、投げました、初球打ち引っ張った、切れていきます、ファール、1球目ファールから第2球、2球目空振り、タイミング合いません。追い込んで第3球をボール、高め、カウントワンボールツーストライク、高め、ボール、カウントはツーボールツーストライク、投げました、低め、ボール球打った、吉田取った、一塁へ送る、アウト、スリーアウトチェンジ。先攻チーム三者凡退に打ち取られました。3回の表が終わって2対1、先攻チーム現在1点をリードしています。3回の裏、高校チーム攻撃に入ります。バッターは第9、サークルチェンジはボール、これはわずかに外れています。第2球、投げました、打ちました、当たり損ない、ボールを取る、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは森、第9、初球を打ちました、ショートの右、アウト、これでツーアウト、ランナーありません。バッター高木、第1打席はセンターフライに倒れています。投げた、アウトロー際どい球、ボール、わずかに外れました。打った、1、2塁間へ、掴んだ、1塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。阪神甲子園球場からお送りしています。序盤終了しまして2対1、先攻チーム1点リードは変わりません。ゲームは中盤戦に入ります。バッターは第1打席はセンターフライに倒れています。ボール、慎重に攻めてきます。第2球、2球目空振り、第3球を投げた、変化球ストライク、低め、バッター追い込まれました。第4球を投げた、外角低め、見逃し三振。バッター、これが2度目のバッターボックス、第9、アウトロー際どい球、ボール、第2球、2球目ストライク。第3球を投げた、インロー空振り、第4球を投げた、打
ちました。センターへのフライだ。掴みました。これで2アウト。ランナーありません。続くバッターは最初のバッターボックスはピッチャーゴロに倒れています。初球を打った。1・2塁間への当たり、ゴンド取ってアウト。スリーアウトチェンジ。先行チームクリーンナップを三者凡退で抑えられてしまいました。4回の表が終わって2対1、先行チームこの回無得点です。高校チームこの回は上位打線から始まります。バッター吉田、最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。初球空振り、1球目空振りから投げました。直球決まってストライク。さあ2ストライクと追い込んだ。追い込んでから投げました。アウトコース高め、スローカーブ外れてボール。カウント1ボール2ストライク。投げました。ボール、膝元外れます。カウントは2ボール2ストライク。投げました。ボール、カウントは3ボール2ストライク。第6球を投げました。外角低め1回、見逃し三振。ギリギリのところに決まった。第9球投げた。低めギリギリいっぱい、ストライク。初球ストライクから第2球、サークルチェンジ見送ってストライク。投球は3球目、投げた、打った、これはいい当たりだ。入れば同点だ。伸びた、伸びていった、ライトに送った、ホームラン。第10号同点ホームラン。2打席連発、渾身のストレートを完璧に捉えました。お、一振りで同点。今チームメイトが迎えます。バッターは長嶋。第1打席は内野フライに倒れています。投げた。初球はチェンジアップ、空振り。落ちる球に全くタイミング合いません。第2球投げた、外を際どい、ボール、わずかに外。カウント1ボール1ストライク。投げた、アウトロー、空振り。次は4球目、投げました、ストライク、空振り三振。バッターは最初のバッターボックスはサードゴロに倒れています。第9球ボール。投球これから2球目、インコース低め、ストライク。第3球を投げました、打ちました、いい当たり、センター前ヒット、クリーンヒットです。ヒットを放ちました。これで2打数の1安打。そして続くバッターは第1打席はレフトフライに倒れています。第9球スローカーブ、ボール、投げました、ボール、カウントは2ボール。第3球を投げました、直球見送ってストライク。第4球を投げました、4球目ストライク。第5球投げた、見送ってボール。これはわずかに外れています。ボールカウント3ボール2ストライク。打った、しかしこれは距離が出ない、ライトフライ。取ってこれで3アウトチェンジ。4回の裏が終わりまして2対2、先行チームこの回1点奪われ同点とされています。5回の表、先行チーム攻撃に入ります。バッター第1打席はライトフライに倒れています。初球空振りから、これはボール、外れて1ボール1ストライク。第3球を投げた、低めの球、空振り。第4球を投げた、ストレートはボール。慎重に攻めてきます。カウントは2ボール2ストライク。打ちました、吉田、ボールを掴んだ、ショートから一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。第9球投げた、初球引っ張った、レフトへ飛んだ、これはヒットになります。打球が転がっている、バッターランナー一塁蹴って二塁も狙う、ツーベースヒット。今日これで2打数の2安打。バッターは8番、先行チーム1打勝ち越しのチャンス。第9球打ちました、ボテボテの当たりはファーストゴロ。おお、そのままベースを踏んでアウト。2アウトランナー3塁に変わります。さあ勝ち越しのチャンスにバッター
最初のバッターボックスはセカンドライナーに倒れています。第2球投げた、インローギリギリいっぱい、ストライク。第3球を投げました、ストレートはボール、カウントは2ボール1ストライク。第4球を投げました、打ちました、ファーストこれは守備範囲内、王自らベースを踏んで3アウト。三塁にランナーを置きましたが勝ち越し点は挙げられませんでした。5回の表が終わって2対2同点です。5回の裏高校チーム攻撃に入ります。バッターは最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。インロー際どい球、ボール、わずかに外れました。第2球投げました、ストライク。第3球を投げました、3球目ストライク。バッター追い込まれました。第4球を投げました、ストレートはボール高め、これはわずかに外れています。カウントは2ボール2ストライク。ストライク、見逃し三振。バッターは最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第1球インハイ際どい球、ボール。さあ次の投球、投げた、変化球見送ってストライク。投げた、空振り、追い込んで第4球を投げた、ボール、わずかに外れました。カウントは2ボール2ストライク。投げた、ボール外へ、これはわずかに外れています。カウント3ボール2ストライクです。投げた、打った、三遊間の打球取った、一塁送球アウト、これで2アウト、ランナーありません。次のバッターは森、最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。直球見送ってストライク。第2球投げました、ストライク。まずは簡単に追い込んでいます。第3球はインコース引っ張った、ヒット、森ヒットを放ちました。さあ2アウトから勝ち越しのランナーが出ました。バッター高木、今日はセンターフライとセカンドゴロ。第9ストライク、投球これから2球目、ボール、カウント1ボール1ストライク。第3球を投げました、アウトコース低めいっぱい、ストライク。1ボール2ストライク、追い込んでいます。チェンジアップはボール、カウント2ボール2ストライクです。投げました、高め、ボール、フルカウント、ランナースタートを切った、三振。前半が終わりまして2対2現在同点です。試合は後半6回に入ります。バッターは第9投げました、インロー際どい球、ボール。バッターよく見ました、空振り。投球は3球目、投げました、決まった、ストライク。バッター追い込まれました、投げた、打ったいい当たりだ、クリーンヒット、センターからセカンドへ、ヒットを放ちました。さあノーアウトで勝ち越しのランナーが出ました。バッターはセカンド、第9投げた、アウトロー際どい球、ボール。第2球投げた、外角低め、シンカー外れてボール、カウントは2ボールノーストライク。第3球をバントしました、ピッチャーの右へ転がした、サード掴んだ、一塁へ送る、高木取ってアウト、スコアリングポジションにランナーを進めました。ワンアウトランナー二塁に変わります。投げた、見送ってストライク、二塁へ牽制を送ります、二塁タッチはセーフ。1球目ストライクから、第2球これは見送ってボール、カウント1ボール1ストライク。アウトロー外れてボール、カウントは2ボール1ストライク。第4球を投げた、ストライク。第5球投げました、縦のカーブ、ボール、アウトローへ、カウントは3ボール2ストライク。投げました、打ちました、吉田ボールを取る、ショートから1塁送球アウト、これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。第9初球空振り、少し迷ったか、
第2球投げました。これはボール。カウント1ボール1ストライク。第3球は低めボール。カウントは2ボール1ストライク。振り返って二塁牽制球、二塁タッチセーフ。第4球を投げました。外角高め、外れてボール。カウントは3ボール1ストライク。ここは歩かされます。さあここで試合の流れを左右するターニングポイント。第9、これは引っ掛けた。フラフラっと上がった。がっちりキャッチ。チャンスをものにできません。先行チーム、ここで勝ち越しというわけにはいきませんでした。高校チーム、この回は2番からの好打順。バッター吉田、今日はショートゴロと三振。初球から打ってった。セカンドゴロ正面、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッター王、今日2打点を挙げています。投げました。スローカーブ決まってストライク。さあ次の投球、投げた。2球目空振り。第3球を投げた、外れた。ボール。カウントは1ボール2ストライクです。第4球を投げた、打ちました。抜けた。ボールは中継。おお、ヒットを放ちました。これで3安打猛打賞。そして次のバッターは中島、今日はサードフライと三振。投げた。初球はストライク。一塁へ一つ牽制球を送りました。一塁タッチセーフ。第2球打った、流し打ち。タッチはアウト。これで3アウト。阪神甲子園球場からお送りしています。中盤まで終了しまして2対2同点です。ゲームはこれから終盤に入ります。バッターは今日はライトフライとショートゴロ。投げた。初球空振り。第2球投げました。これも空振り。バッター追い込まれました。追い込んでから投げました。直球空振り三振。いいようにやられてしまいました。第9投げました。打ちました。初球打ち。左中間へのフライですが取りました。これで2アウト、ランナーありません。続くバッターは今日はセカンドへの併殺だとファーストゴロ。投げました。初球シンカー空振り。タイミング合いません。第2球投げました。インコース引っ張った、ライトへ行った。ヒット。打ったバッターは2塁へ向かった。ボールは中継。ツーベースヒットを放ちました。今日初めてのヒットになりました。バッターは9番、今日はセカンドライナーとファーストゴロ。まずは二塁牽制、タッチはセーフ。二塁はセーフ。第9投げた。シンカーはストライク。タイミング合いません。二塁牽制、二塁タッチはセーフ。第2球投げた。ボール。カウント1ボール1ストライク。第3球はボール。アウトコース低め。カウントは2ボール1ストライク。投げた。打った。打球は左中間に上がっている。ヒットになります。ボールが転がる。先行チーム、ここで勝ち越しました。3対2、タイムリーツーベース、初安打。今日2本のヒットを放っている。第9投げた。初球打ち引っ張った、ライトへ飛んだ。ライト前クリーンヒット。ボールが点々と転がっている。ボールは中継。先行チーム、さらに1点追加。4対さあ、ツーアウトランナー二塁という場面で、まずは二塁牽制、二塁タッチセーフ。
第9球初球外れてもここはよく選びました。さあ次の投球ボール攻めてきます。カウンター2ボールノーストライク。第3球を投げた直球ストライク低め。第4球を投げました見送ってボール。カウントは3ボール1ストライク。投げました選んでフォアボール今度これでフォアボールは2つ目。バッターは3番。今日はここまで3打数ノーヒット1三振縦のカーブボール。バッターよく見ました。第2球投げました見送ってストライク。第3球を投げましたアウトコース高めシュートは外れてボール。カウントは2ボール1ストライク。投げました4球目空振り。第5球投げた縦のカーブボール外角低め。カウント3ボール2ストライクです。ランナー自動的にスタート2者連続のフォアボール。この回2人目のフォアボールです。ゴンドマウンドを降りまして右の満塁の場面での登板です。さあ追加点のチャンスにバッター今日2打点を挙げています。第9初球決まってストライク。まずは見送りました。投球これから2球目シュートは空振り少し迷ったか。第3球を投げた1球外したボール。ここはよく選びました。カウントは1ボール2ストライクです。絶対痛烈な当たりボールはライナーでセンターへ取りました。これで3アウト。7回の表が終わって4対2先行チーム2点勝ち越しです。7回の裏高校チームラッキーセブンの攻撃。バッター投げたボールわずかに外れました。第2球投げた直球決まってストライク。第3球は内角低め直球は外れてボール。これはわずかに外れています。カウントは2ボール1ストライク。4球目ストライク。第5球投げたあっと引っ掛けた当たり損ねのサードゴロ一塁送球アウト。これでワンアウトランナーはありません。バッターは今日はレフトフライとライトフライ。投げましたアウトコースいっぱいストライク。第2球見送ってストライク。これで追い込みました。第3球を投げました打ちましたセカンド左への打球一塁へ送るアウト。これで2アウトランナーありません。バッターは今日はセカンドゴロと三振ボールわずかに外れました。第2球投げました外れたボールこれはわずかに外れています。カウントは2ボール。投げました打ちました打球はライトへヒット。ヒットを放ちました。今日初めてのヒットになりました。そして続くバッターは第9投げました初球見送ってストライク。まずは決めてきました。さあ次の投球打ちました引っ掛けた掴んだ一塁送球アウト。スリーアウトチェンジ一塁ランナー残塁に終わりました。7回までが終了しまして4対2高校チームラッキーセブンは無得点で終わりました。8回の表先行チーム攻撃に入ります。バッター今日4度目のバッターボックス投げたインコース高めストライク。第2球投げたボールカウント1ボール1ストライク。第3球はボールカウントは2ボール1ストライクです。投げたいいハイ空振りタイミング合いません。さあ投球は5球目投げた打った強い当たりセンターへぐーんと伸びてったこれは文句なし入った入ったホームラン第13号ソロホームラン宇宙間スタンドに突き刺さった渾身のストレートを完璧に捉えました。5対2先行チームリードを3点に広げます。バッターこれが4度目のバッターボックス。第9投げた初球空振りいきなり152キロ。第2球投げましたアウトコース低めストライク。第3球を投げました打ちました高木ダイレクトでボールを掴んでアウトワンアウト。バッターは切り札。第9投げましたストライク。
さあ次の投球、投げました、ボール、カウントワンボールワンストライク。第3球を投げました、打った、一二塁間のゴロ、あっと取れない、ボールは中継、ヒットを放ちました。バッターは今日4度目のバッターボックス、第1球投げた、インコース、ボール、第2球投げた、空振り、投げた、打ちました、ピッチャー返し、吉田ボールを掴んだ、二塁アウト、アウト、ゲッツー、スリーアウトチェンジ。今日2回目の併殺でこの回を終えました。8回の表が終わって5対2、先攻チームさらに1点を追加しています。後攻チーム、この回の攻撃はラストバッターから始まります。バッター森、これが3度目のバッターボックス、はい、先攻チームピッチャーを交代します。先発の7回2失点の好投でマウンドを降りました、ルーキーの今日2人目のピッチャーとして登板です。第1球投げた、初球を打ちました、センター方向へ持っていきましたが取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは高木、今日はここまで3打数ノーヒット、1三振、投げた、インコース低め、ストライク、初球ストライクから投げました、スライダーボール、わずかに外れました、カウントワンボールワンストライク、投げました、3球目空振り、第4球を投げました、打った、取った、セカンドから一塁送球、アウト、これでツーアウト、ランナーありません。バッターは吉田、第1球投げました、ストレートに送ってストライク、第2球シンカーに送ってストライク、これで追い込みました、追い込んで投げました、アウトコース低め、ストレートは外れてボール、カウントワンボールツーストライク、高め、空振り三振、最後は空振り三振で打ち取りました。8回の裏が終わりまして5対2、先攻チーム3点リードは変わりません。さあいよいよ最終回、バッター第1球ストレートはボール、慎重に攻めてきます、投げた、空振り、第3球を投げた、打ちました、レフトへの打球、レフト取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは第1球投げた、アウトロー際どい球、ボール、バッターよく見ました、投げた、見送ってボール、カウントは2ボールノーストライクです。投げた、縦のスライダー、ボール、カウントは3ボールノーストライク、投げました、シュートはストライク、第5球投げました、決まってストライク、第6球を投げました、打った、ショート右横のゴロ、アウト、これで2アウト、ランナーありません。バッター第1球投げました、外角高めの直球はボール、第2球投げました、縦のスライダー空振り、タイミング合いません。第3球を投げた、空振り、バッター追い込まれました。第4球を投げた、内角、ボール、平行カウント、第5球投げた、変化球、空振り三振、インコースの変化球にやられました、最後は空振り三振に打ち取られました。9回の表が終わって5対2、先攻チームスコアボードに0が入ります。後攻チーム、この回はクリーンアップからの攻撃になります。バッター王、はい、先攻チームピッチャー交代です。降板ルーキーの今日3人目のピッチャーとして登板です。第1球投げた、打った、これは強烈、さらに伸びていく、ダイレクトで当たった、ボールは中継、ランナー止まった、おお、いいバッティングを見せました。ランナー1人を置いて迎えるバッターは長嶋、
第9球。初球ツーシーム空振り、少し迷ったか。1球目空振りから投げた、変化球ストライク、外角高め。第3球打ちました、あっと引っ掛けた、三遊間のゴロ、サードから一塁送球アウト。これでワンアウト、ランナーは二塁変わりません。ランナー一人を置いて迎えるバッターは、投げました、ボール。第2球空振り、セカンドランナーちらっと見た。第3球を投げました、打ちました、破った、ヒットを放ちました。ピンチを広げています。バッターは6番。第9投げました、ストレートはボール。投げました、打った、左中間へ持っていきましたが取った。これでツーアウト、ランナーは一塁三塁変わりません。バッターは指名打者。第9投げました、ストレート見送ってストライク。さあ次の投球、投げた、低め際どいボール、これはわずかに外れています。カウントワンボールワンストライク、投げた、空振り。さあいよいよあと1球。第4球は低めボール球打った、これはヒットになります。ボールは中継、高校チーム点差を2点に縮めました。ランナー2人を置いて迎えるバッターは、第9投げた、アウトローへストライク、タイミング合いません。第2球投げた、打ちました、ピッチャー真正面、アウト、ゲームセット。先攻チーム2点差で逃げ切りました。今日のヒーローは勝利投手の、本当に今日は大活躍でした。ご覧いただきました一戦は5対3、先攻チーム2点差で勝ちました。勝利投手は、敗戦投手は権藤、そして西武は、実況担当は堂前秀夫で甲子園球場からお伝えしました。